え皆さんこんばんは J の図書局長の小林正です。今日は先ほどの説明にもありましたように少人数のワークショップになります。まあ、第1回、第2回のにご参加いただいた方、まあ、YouTube で一般公開もしています動画を見られた方、ま,あ、まだ見切れてない方含めて、まあ、今回の実際のトレーニングというものを体験いただくことで、よって やっとその概要、実践というのがどういうものかという感覚をつかんでいただければというふうに期待しております。と思うんですけれども、えっと今日やろうかなと思っていることは、まず、えー、と導入としてですね、えー、とちょっと1回目と2回目の,あの簡単な復習をしたいと思います。 まあ主にえと1回目の復習になるんですけど、まあ、事実質問ってどういうものだったのかなということと、まあ、あの今日のえと、まあ、一番使う PCM の, PC M のえとちょっと復習をした後で、えっと、あとはえと今回皆さんにやっていただいた事前課題1番、2番、えっと、のえとまあ解説と、まあ、ちょっとそこにもワークをちょっと交えてやっていただこうかなと思っています。 であの今回、本当に皆さんあのいっぱい課題を提出してくださって、本当にありがとうございます。あのまあ、ちょっとあの時間とかなくてできなかった方も、まああのまあ、実際にこう、えー、少しあのやる時間とかも取りますので、ぜひちょっと自分でやってみていただければなと思います。えー、そして、えーと、生活指導の効率の向上ができるのではないかということを、えー、お伝えさせていただいておりました。 1>, で1回目は主にこの診断制度の向上という点について話していきました。で今回はですね、この診断制度の向上という、まあえー、とお話であった内容の枠と、まあ、いうことが主に含まれています。まあ、具体的に、まあ、どんなお話だったかというと。まあ、あの 外来とか、まあ、そういったところで、まあ、私たちは、えー、無意識で患者さんの考えとか思い込みとか感情といったところを、えーまあ、問診の中であ外来の診察の中で聞いてしまっているとでそういった時きに、まあ、事実だけを聞くことで、えーまあ、その問診の精度を上げれるのではないかでその事実を聞くためのその,事実あの聞き方ですねで我々はこれを事実質問と呼んでいるんですけど、まあ、その簡単なルールは、えーと ホワイトハウを使わな動きだけ、生物的なところだけじゃなくて、まあ、心理的な面と社会的な面、合わせて考えることで、まあ、病気というものをより現実的に捉えようというのが、このバイオサイコソーシャルモデルというものになります。でこのモデルはですね、結構あのペインセンターとかで、えー、とまあ 日頃臨床されている方はあの、このお話とか聞いたことあるかもしれないんですけど、まあ、あの結構総合診療の方でも、これあの、テキストに載ってたりする、まあ、こういう考え方っていうのもあるのかなと思っていただければなと思います。で、まあ、これをですねあの臨床の現場で網羅的に聞くために、まあ、この、えー、ディジーズっていうところと,、えー、と、パーソン、その人の歴史ですね、と、その人の環境、進みすぎた。 えっと、あとは、えっと、その人の病気に対する考え、まあ、この4つに、えっと、分けて、まあ、情報を集めていくっていう、そうやって情報を集めてえ患者さんの病気を治療するというのが、まあ、この,の PCM、ページェントセンターと、このディジースだけを聞き分けることで、まずその疾患に対する、えっと、スピードを速くできるんじゃないのかなっていうお話をさせていただいていました。 でこれがまあ第1回目の主な内容で、まあ、今回はその、えー、とまあ練習ということをさせていただきたいなと思います。まあ、ちょっとですけど、まあ、ちなみに2回目はですね、まあ、その生活指導の方をえとちょっとえ解説させていただいてたんですけど、まあ、それもえと事実だけを聞くことで、実は生活指導というものの効率も上げることができると考えているんですけれども、まあ、それに関するトレーニングというのは、まあ、今回、1なので、もし機会があったら2とか、まあ、そういったところでできたらなと思っています。 さて、じゃあ今回はですね、まずあの、問診の現場で患者さんからまあ事実だけを聞くっていう、まあ、その練習をまあしていくということで、まあ、ワークを、まあ、特にあの皆さんには事前課題っていうのを今回やっていただいていました。で、えー、これです。えー、これ僕の革靴なんですけれども、えー、この革靴に対してですね、エレン課題2の方ですね。えー、と、 以下のえっ、ー、と各質問の文言について実質質問かどうかえー、ご回答くださいっていうことをえっ、ー、と皆さんにやっていただきましたでえっ、ー、とこれ結構あの僕もあるんですが外来診察中とかにこうあるんですねあこの質問なんかいつもこの人こうやってんのかなって時にいつもこの人 準備運動してんのかなっていう時にこれ事実で聞くにはどうしたらいいんだろうってその喋りながら考えることっていうのがあるんですけど、まあ、このトレーニングになるのでちょっと皆さんでやってみようかなと思います。 えっと、今なのでこの事実はあくまでも過去に起こった出来事なのであのそれだけをまあ聞いてい、えー、くことがあの診療でも重要なのではないかという前提のもので、えー、あの進めさせていただいていました。で、えっと、B と P と S を、まあ、あの具体的に分けることであの この B だけを、まあ、あの選択的に、えー、患者さんから情報を集めれると、あのーまあ、ウェビナー1番で紹介したような、えー、と並木先生がっからご紹介したような時系列のグラフが書けるのではないかということで、まあえー、とこういった聞き分けというのが大事なんじゃないのかなと。そしては、まあ、このソーシャルというのは、まあ、医療的なもの,の以外で,です、ね、治療を妨げる要因がないかという評価には、まあ、すごい有用なのではないかと思います。例えばその痛みをあの 改善するのに邪魔する、例えば金銭の経済的な状況ですとか、まあ、家庭環境でどうしてもこういう負担がひかからなきゃいけない状況、まあ、職場でこの動作から逃れられないとか、人間関係上、仕事が休めないとか、こちらから質問しなくても患者さんの発言自体もこれは事実なのかなとか、これはなんか絶対考えだろうとか、そういう分離ができるようになってきます。でまた、その,あの内容が B と P と S のどれかという区別ができてくるかと思います。 そうやって質問以外の情報でもあのこうやって分離することができると、まあ、外来診療の速度や精度が上がって、まあ、心に余裕が生まれて、まあ、優しいあの診察っていうのができるんじゃないかなと思っているので、まあ、あのもし参考になればなと思っています。